はい、ではのびのび猫のリラックスをやっていきたいと思います。はい、今回2つポーズがあります。1つはですね、四つん這いの状態から上にぐーっと背中を丸めるようにしていく伸びのポーズです。ポイントはですね、背骨一本一本の動きをしっかりと意識しましょうということになります。きちんと半円を描くように背中を丸めていきます。おへそをしっかり覗き込むようにして肩甲骨が上から引っ張られているようなイメージで行っていきましょう。ニュートラルポジションがスタートの、ね、姿勢になりますけども、床と平行になります。ここから背中をぐーっと丸めるようにしておへそを覗き込む、こんな動作が一つ目になります。もう一つは両手を前に出して滑り台を作るような形でですね、胸を床の方に近づけていきます。はい、よくやりがちなのがですね、こういう形で正座を作るみたいなねイメージでやられる方が多いんですけども、そうすると少しこの背中の伸びというのは、少なくなってしまうので、しっかりと四つん這いの状態から手をしっかり前に出して、前に出した状態で、この上半身こうバネになったようなイメージでぐーっと床に近づけていただくと、しっかりと背中の伸びるリラックスのできる体勢になっていきます。はい、これはどちらかというと、トレーニングの要素というよりかは、ストレッチの効果があると思ってください。ただ、しっかりとやりたいフォームですね、それを作るということが、大切になってくるので、この動画を見てきちんと同じような動き形になれるように意識しながら行ってみるといいと思います。はい、のびのび猫のリラックス以上になります。ありがとうございました。